硝酸ウラニルは化学式 UO2 にと表されるウラニルの硝酸塩である。ウランは重金属なので硝酸ウラニルは人に対して重金属一般の毒性を示す。また、洋業、ガラス工業の顔料、写真の増感材などにも利用される。無水や獲物、1、2、3、6水和物が知られているが、風海内視は超快性を示し、6水和物が 比較的安定である。無水や獲物は、黄色の無定型粉末であり、二、酸水や獲物は、黄色結晶で、緑色の傾向を発する。六水や獲物は、ウオ酸または、u 酸を8を硝酸に溶かして濃縮すると、黄色射放症系中症、または、板上昇として得られ、黄緑色の強い傾向を発する。水に対する溶解度は5 2 0ムで、 エタノール、ジエチルエーテル、アセトンなどに溶け、二粒化炭素、ベンゼン、リグロインなどには溶けない。消防法危険物、第一類酸化性個体として、規制を受ける。また原子力基本法に、核原料物質として定められている。またウランの同位体はいずれも放射線を発するので、放射性同位元素等による、放射線障害の防止に関する、法律等の規制を受ける。また、 235 u 等を天然存在比以上の高濃度に含む場合は、各原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の核燃料物質としての規制を受ける。硝酸ウラニルはアルファ崩壊するので、切り箱などでアルファ線の観測ができるとされている。また、アルファ線は蛍光物質を冷気したり、イオン化により炎を安定化する機能があるが、 今日では、硝酸ウラニルをその目的で使用することは少ない。硝酸ウラニルは、他のウラン化合物に比べ水溶性が高い特徴を持つため、核燃料の精錬や再処理での抽出プロセスにおいてこの物質に変換して、科学的な生成を行うことが多い。また、1999年の東海村、JC o 臨海事故の原因となったのはこの物質である。 ありがとうございます。